はい、今回の内容です。今回は品質の設問パターンの詳細を問う設問、その中でも未来の行動に関する設問を扱っていきます。はい、いつも言ってることですが、 TOEIC のパート3の設問っていうのは2分類することができます。概要問題と詳細問題ですね。概要問題は会話全体に正解根拠があることが多い問題、詳細問題というのはピンポイントで正解根拠が登場する問題ですね。この動画シリーズではこれをさらに5分類しています。どんな5分類かっていうと、依頼要求、提案申し出、問題心配、未来の行動、その他っていうね、5分類ですね。上3つはすでにやったので、今回は未来の行動に関する設問です。はい、詳細問題もあと2タイプですね。頑張っていきましょう。というわけで、未来の行動と設問、未来の行動と設問といったらこれです。 What will the man do next? 男性は次に何をしますか。これもう本当に超品質です。この未来の行動と設問のポイントとしてはですね、こういう問題はセットの3問中3問目に登場することがほとんどっていうこと、正解のヒントも会話の最後の方で登場することですね。なので未来の行動と設問を見たら、この後、この会話の後ですね、この会話の後何をするんだろうっていうふうに思って聞けるといいですね。あとはですね、この未来の行動と設問、いろいろなバリエーションがあるんで、まあその様々なバリエーションになれましょうっていうことです。バリエーションって何かっていうのは今から見ていきますね。未来の行動と設問のバリエーションとは何かっていうと、これはさっき見た設問です。 What will the man do next? ですね。なんですけど、これが What will the man most likely do next? おそらくっていうのがついたりしますね。他にも Next が変わったりすることもあります。ここでは At 4 o'clock 4時に何をしますかっていうふうにね、変わってますね。こんなバリエーションがあるわけです。もちろん常に4時にってわけじゃなくて、いろんな時期があります。例えば What will the man most likely do on Monday? 月曜日にっていうふうになったり、What will the man most likely do after the meeting? 会議の後でっていう風になったりするわけですね。まあいろんなパターンがあります。結構いろんなパターンがあるので読むのが少し面倒にはなります。でもですね、実はこれってヒントが増えるって考えることもできるんですね。どういうことかっていうと、例えばこの4時にとか月曜日にっていう表現があれば、これ会話の中でおそらくこの単語でできますよね。 at 4 o'clock なり Monday なり、そういう単語が出てくると思います。これってヒントですよね。それにこの3つ目の会議の後でっていう場合だったら、これはもう会話の中で会議の話が絶対出てくるじゃないですか。こういうのをね、ヒントだって思えるといいですね。さて、他のバリエーションとしてはですね、 What will the man do next? に Does the man say? っていうのがね、くっつく時があります。こうなります。 What does the man say he will do next? 男性は次に何をすると言ってますかっていう設問ですね。このように Does the man say? っていう表現があったら、その部分はですね、こんな感じで無視してしまえば大丈夫です。そうすると What he will do next? 男性は次に何をするっていうふうに読めますよね。 Does the man say? っていうのはこんな感じで読み飛ばしちゃって OK です。はい、他のバリエーションとしては、プラントゥードゥバージョンっていうのもありますね。プラントゥードゥっていうのは何々するつもりっていう意味です。例えば、What does the man plan to do next week? 男性は来週何をするつもりですか?とか、What is the man planning to do tomorrow? 男性は明日何をするつもりですか?みたいな設問があるわけですね。さらなるバリエーションとしては、行動が具体的なバージョンっていうのもあります。どういうことかっていうと、こういうことです。What will the man email the woman? 男性は女性に何をメールで送りますか?とか、What will the man receive? 男性は何を受け取りますか?みたいな設問ですね。これは email とか receive っていう動詞が具体的ですよね。もちろんね、これだけじゃなくって様々なね、動詞のバリエーション、行動のバリエーションっていうのがあります。これもやっぱりですね、ヒントが増えるっていうふうに思えるといいですね。例えば、男性は女性に何をメールで送りますかっていう設問を見たらですね、もう会話の中でこういうことが起こるじゃないですか。男性が何々をメールで送るねとか多分言うと思うんですよね。まあ、もしくは逆に女性の方が何々をメールで送ってねっていう風に頼むかもしれないですけど、まあ、いずれにせよそういう話が出てくるなっていう風にね、わかりますよね。慣れてくると特にね、会話展開のヒントだってわかってきます。はい、ここでですね、なんとなく気づいてる方もいると思うんですが、実は設問の単語が具体的であればあるほど会話展開のヒントは増えるって考えることができるんですね。さっき見てきた設問もそうですよね。 What will the man email the woman? っていう設問であれば、 email っていう単語からメールの話が会話の中から出てくるんだなとか、 What will the man most likely do on Monday? っていう設問だったら on Monday っていうところから、あ、月曜日の話がなんか出てくるんだっていう風にね、会話展開が予想しやすくなります。設問の単語が具体的だとちょっと読みにくくなる時もあるんですけど、でも会話展開のヒントとしては増えるんですよね。はい、こういうことも実はですね、問題演習をたくさんしてるとだんだん分かってきますので、はい、たくさん問題演習をしましょう。っていう感じでちょっと話がずれた気がするんですけど、まとめです。今日見たものっていうのは未来の行動に関する設問ですね。 What will the man do next? What will the man most likely do next? What does the man say he will do next? この3つが基本形かなと思います。この基本形3つはですね、一瞬で読めるようにもぜひ暗記をしてしまいましょう。何度も声に出して音読したりとかするといいですね。はい、頑張っていきましょう。というところでですね、今回は未来の行動に関する設問を見てきました。次回はこのその他っていうところに進んでいきます。じゃあ今日の動画は以上です。
いつもいいねしていただいている皆様ありがとうございます。今日もいいねをしていただけるとすごく嬉しいです。あとチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ぜひ引き続きですね、英語の学習頑張っていきましょう。